今回の動画は日本書紀から見る神武皇后について知見を交え解説したいと思います。神武皇后の夫忠愛天皇はかの有名な大和武尊皇の第二子として生まれ、叔父の聖武天皇が崩御された後即位しました。神武皇后は近江の権力者であった沖永宿根の娘です。皇后として迎え入れた背景には大和王権の権力基盤を強化する狙いがあったのでしょう。忠愛天皇の即位後間もなく筑紫の熊襲が背いて貢ぎ物を送ってこなかったので、天皇は熊襲討伐に出征します。天皇は紀伊の国より皇后は敦賀より出発し阿那都で合流します。阿那都の豊浦の宮を建ててしばらく住まわれた後、筑紫に兵を進めると筑紫北部の勢力は戦わずして天皇軍に服属していきます。この一節に魏志倭人伝にも共通する伊都国が登場しますのでご紹介します。筑紫の伊都の阿方主の先祖伊都手は天皇がおいでになるのを聞いて船に八坂に真澄の鏡戸塚の剣をかけ阿那都の引島にお迎えした。手前がこの者を祭りますわけは天皇に勾玉のようにお上手に天下をお治めいただき、鏡のように明瞭に山川や海原をご覧いただき、剣にて天下を平定していただきたいからであります、と伊都手が天皇に申し上げた。天皇は伊都手を褒め磯氏と言った。当時の人は伊都手の本国を磯の国と言った。伊都というのはこれがなまったものである。魏志倭人伝に登場する伊都国は中国からの軍師が往来する場所で代々王がいたとされています。日本書紀にも伊都の国に王の存在が記述されています。日本書紀と魏志倭人伝との整合性が垣間見える記述となっています。その後天皇は神のお告げを信じず熊襲討伐に行きますが勝てずに帰ってきて、しばらくして筑紫の樫井宮で病死しました。皇后と竹内の宿根は天皇の門を隠して天下に知らされなかった。皇后は大臣に御事乗りして、今天下の人は天皇が亡くなられたことを知らない、もし人民が知ったなら気が緩むかもしれない、と言われ阿那都の豊浦の宮で天皇の亡骸を火葬されました。皇后は祝いの宮を小山田に作らせ、自ら神主となり神のお告げを聞き教えのままに祀りました。福岡県に小山田西宮が現存しています。戦勝祈願した場所です。その後将軍を派遣し熊襲の国を打ちます。皇后は福岡県朝倉市あたりの部族を討伐し、さらに兵を進め大和の阿方に行き土蜘蛛の田村津姫を殺しました。田村津姫の兄は妹が殺されたことを知り兵を引き逃げていきました。日本書紀を素直に読めば卑弥呼が没してから140年後頃の邪馬台国のことでしょう。魏志倭人伝には倭人は体中に入れ墨をして身分を示していると記述されています。土蜘蛛という表現からも入れ墨を想像できます。日本書紀では九州北部勢力を土蜘蛛、南西部勢力を熊襲と名付けています。土蜘蛛が魏志倭人伝に登場する邪馬台国の女王国の勢力であったとすれば、邪馬台国問題も一挙に解決するほど説得力のある記述だと思います。しかしあくまでも推測に過ぎず証明することはできません。とても残念です。土蜘蛛の討伐後皇后は樫井の宮に戻り海で髪を解いて占います。私は神器の教えを受け酵素の霊に頼って青海原を渡り自ら白木を打とうと思います。それで頭を海水で注ぎますが、もし霊源があるのなら髪が一人でに分かれて二つになりますように。そして髪が一人でに分かれたのでそれぞれ結い上げて男子の髪型にして分身に語ります。
魏志倭人伝の中に大事を占う際は甲骨仙木を用いるとありますが、日本書紀に記述はありません。邪馬台国とは異なる政治文化のようです。軍を起こし民を動かすのは国の大事である。暗器と成敗はここにかかっている。今打つところがあり軍神たちに委ねる。もし失敗すれば罪は軍神たちにある。これは甚だ辛いことである。私は女でその上未熟であるけれども、しばらく男の姿にやつして強いて勇ましい計画を立てよう。上は仁義の礼を被り、下は軍神の助けにより軍を起こして高い波を渡り、船団を整えて宝の国に臨む。もしことがなれば軍神は共に功績があるが、ことがならなかったら自分一人の罪である。すでにこの覚悟であるから皆でよく相談をせよと言われ、軍神は皆慎んで御事の利を賜った。諸国に礼して船と兵を集めようとしたが、なかなか集まらなかったので大御輪の神社を建て刀と矛を奉じると兵が集まった。地下の島の雨戸を使って海の向こうを調べさせたところ、西北方向に国があるようだった。皇后は自ら小野正刈を取って軍旗を示し神の教えを述べた。その時皇后は臨月であったが、腰に石を挟み帰還する日に生まれてほしいと言って間もなく出発した。出発すると風の神は風を起こし、波の神は波を上げ、海中の大魚は全て浮かんで船を助けた。順風だったため帆船は舵やオールを使わずに新羅に着いた。船を乗せた波は国の中まで及び、天神智義が助けているようだった。新羅の王が新羅の建国以来、かつて海水が国の中にまで上ってきたことは聞かない。天運が尽きて国が海となるのかもしれないと言ってる間に、皇后軍の船が海を満たし、旗は日に輝き、太鼓や笛の音が鳴り響いた。それを見た新羅の王は恐れ白旗を上げて降伏し、地図や戸籍を差し出した。そして今後は末永く服従して馬飼いとなりましょう、使いを絶やさず春秋には馬具を奉じましょうと言いました。ある者は新羅の王を殺そうと言ったが、皇后は神の教えによって金銀の国を授かろうとしているのである、降伏を申し出ている者を殺してはならぬと言った。その幕を解いて馬飼いとされた。これ以降新羅は大和王権に常に貢ぎ物を送るようになりました。新羅が降伏したと聞いて蓬莱役だらはとても勝つことができないと思い、長江を絶やさないと言った。これは大和王権が朝鮮半島における馬の生産や馬具技術を得た瞬間です。その後皇后は新羅から帰還し、筑紫の海で王神天皇を産みました。翌年皇后は阿那との豊浦の宮から忠愛天皇の亡骸を納めて海路で都へ向かった。広忠愛天皇の別の妃の巫女籠坂の巫女押熊の巫女は、皇后が御海になった巫女が王になることを阻むため謀反を起こします。針まで待ち伏せしようとしたが、籠坂の巫女と押熊の巫女は戦勝占いをしたところ、籠坂の巫女は突然現れた赤いイノシシに食い殺されてしまった。兵士たちがおじけづいたため、押熊の巫女は住吉まで軍を退いて皇后軍を待ち構えた。皇后は押熊の巫女が待ち構えていると聞くと竹内の宿根に命じて王子を預け紀伊の港に向かわせた。皇后はまっすぐ何輪に向かったが、向こうの港で船がぐるぐる回って進まなかった。そこで天照大神を広田の国に、若昼目の御事を幾多の長尾の国に、琴城主を長田の国に、住吉の三神を名倉の長尾に祀らせ鎮座していただいた。これで平穏に海を渡ることができるようになった。押熊の巫女は軍を率いて退き宇治に陣取ったので、皇后は紀伊に向かった。
竹内の宿根には精鋭部隊を率いて山城方面に向かわせ、押し熊の巫女を打たせて謀反を平定した。この年を摂政元年とした。摂政2年、忠愛天皇を河内の長野の三朝に葬った。摂政3年、穂牟田家の巫女を皇太子として言われ、若桜の宮に都を作った。摂政13年、竹内の宿根に命じて皇太子に従わせ、敦賀の毛皮の狼にお参りした。ここから突然魏志倭人伝の引用が入ります。摂政39年、魏志のいうところ明帝の慶初3年6月に魔の女王は大夫を使わして大宝軍に至り、洛陽の天使にお目にかかりたいと言って貢ぎ物を持ってきた。大主は役人を付き添わせて洛陽に行かせた。摂政40年、魏志のいうところ静止元年、県中公位らを使わして詔書や印紙を持たせ和の国に行かせた。摂政43年、魏志のいうところ静止4年、魔王はまた使者の大夫ら8人を使わして献上品を届けた。次は美真名との外交記録が続きます。摂政46年、島の宿根を卓順国に使わした。卓順王魔金歓喜が島の宿根に次のように話します。百済人が来て言うには、百済王は東の方に日本という尊い国があることを聞いて、我らを使わしてその国に行かせた。もしよく我々に道を教えて通わせていただけば、我が王は深く君を得とするでしょう、と言った。卓順王は百済人に対し、以前から東方に尊い国のあることは聞いていた、しかしまだ交通が開いていないので、その道がわからない。海路は遠く、波は険しい。大船に乗ればなんとか通うことができるだろう。途中に中継所があったとしても叶わぬことである、と言った。百済人はもう一度帰って船舶を用意して出直します。もし尊い国の使いが来ることがあれば、我が国にも知らせてほしい、と言って帰った。この記述を読む限り、摂政46年には朝鮮半島と九州との交通が途絶えていたことになります。魏志の引用は明らかに不自然で、日本書紀の編纂時には記述されていなかったのではないでしょうか。摂政47年、百済と新羅の使者が同時にやってきて朝貢してきた。両国の貢ぎ物を見ると、新羅の貢ぎ物は珍しいものが多く、百済の貢ぎ物は粗末だった。問いただすと、新羅人は百済の貢ぎ物を奪い、自らの貢ぎ物としたことが判明した。摂政49年、将軍2人を卓順国に派遣し、新羅を討ち、7カ国を平定した。チェジュ島を百済に与えたことにより、百済から頻繁に朝貢があり、信仰が深まった。その後、新羅はたびたび朝貢してこなかったので、軍を派遣し、討伐しています。摂政66年、この年は秦の武帝、大初2年である。秦の天子の原稿を記した帰居中に、武帝の大初2年10月、和の女王が何度も通訳を重ねて貢献したと記している。摂政69年、皇后は言われ、若桜の宮でご崩御された。とっても長生きのように見えますが、当時は春と秋の収穫のたびに1年としていますので、実際には35年間の摂政時代となります。神宮皇后の功績は大きく、その後の大和王権の発展へとつながります。神宮皇后は誰もが尊敬する偉大な女王だったと言えるでしょう。この動画で日本書紀に興味を持っていただければ幸いです。ご視聴ありがとうございました。